連鎖球菌とは、ラクトバシラスモクラクタバスレイルズ連鎖球菌属に属するグラム陽性球菌である細菌の総称。乳酸菌に分類される菌属でもある。一つ一つの球菌が規則的に直鎖状に配列して増殖し、光学顕微強化で観察すると、連なった鎖のように見えるため、もう一つのグラム陽性球菌のグループである、ドウ球菌との対比から、 連鎖球菌と名付けられた。俗名のストレイプテコカスは、ギリシャ語で、四字るを意味する、シグマタウローファイオメガから派生した、シグマタウローイプシロンパイタウと、球菌を意味するコカス粒や、好みの意に由来し、曲がりやすい紐のような配列をする球菌を意味する。また、旧来は、漢字表記の連鎖球菌が用いられていたが、二千五年現在では、金混じりの連鎖球菌の表記が、 微生物学や医学の分野では優勢である。元来の連鎖球菌とは、細菌が発見されて間もない分類法が整理されていない頃に、細菌の形態及び配列から名付けられた名称である。その後の分類によって、当初連鎖球菌属として分類されていたグループから、超球菌が独立したトガとして分類された。また、 連鎖球菌族として分類されてきた中にも、肺炎球菌のように連鎖状を示さない、総球菌も含まれている。ここでは、連鎖球菌族に属する細菌全般を解説する。形態上の分類に基づく、古典的な連鎖球菌については、球菌の項を参照。連鎖球菌は、直径1メートル程度のグラム陽性球菌で、個々の菌体が、規則に、 直鎖状に並んだ配列をする通性検気性、または変性検気性の有機栄養菌である。生、科学的にはカタラーゼ陰性であるから他の代表的なグラム陽性球菌と鑑別される。一般に呼吸によるエネルギー酸性は行わず、酸素のある状態でもない状態でも、もっぱら乳酸発酵によってエネルギーを得る。また、連鎖球菌属の細菌は、 一般に栄養要求性が厳しく通常の寒天媒地での生育はあまり良くない。このため血液寒天媒地やチョコレート寒天媒地などの生態成分を含む媒地が連鎖球菌の分離や培養に用いられる。特に連鎖球菌族内での間別動定のためには溶血性の違いが重要な正常であるため血液寒天媒地が多用される。連鎖球菌は まずその溶血性によりアルファ、ベータ、ガンマ溶血性の3群に分けられ、さらにベータ溶血性連鎖球菌は、細胞壁多等体抗原の免疫学的際に、基づくランスフィールドによる分類法により細かくグループ分けされている。臨床的に重要なアルファ溶血性連鎖球菌としては、肺炎球菌や緑色連鎖球菌が挙げられる。 ベータ溶血性連鎖球菌はランスフィールド抗原群別に A 群、B 群など大文字アルファベットを関してグループ分けされる。ガンマ溶血性連鎖球菌は高校内等に常在する菌である。派生感染症や可能性リンパ節炎などの起炎菌となる可能性はあるが、この群には臨床的に重要な菌は少ない。1995年に 河村らは1 6スリボソーム DNV の禁煙性による分類を提唱した。以下の代表的6群とその他からなる。これまでエスベラデンズと呼ばれたのはマイティス、アンジェイノーザス、ミュータンス、サリバリウスグループのアルファー溶血菌である。突然変異した場合ヒアルロン酸を作り出す性質がある。連鎖吸菌が原因となる主な疾患としては以下がある。 稀な疾患として食中毒がある。消化器系の症状はなく、喉の痛みや腫れなどの呼吸器系の症状と、発熱や倦怠感。潜伏期間は3時間から3日以上、との報告がされている。一般にペニシリン系抗生物質が有効高校内には、連鎖球菌の多くの菌が存在する。連鎖球菌は高校フローラ中で最も大きな比率を占めている。 高校フローラに生息する連鎖球菌は高校連鎖球菌と総称されている。連鎖球菌は乳酸菌にも分類されている。ストリプトコッカス属サーモフィルスは発酵乳製品に含まれており、乳酸菌のブルガリア菌とともに一般的にヨーグルトの製造に利用されている。この菌はヨーグルトの滑らかな粘り気を出し、酸性する儀酸は ブルガリア金の育成に欠かせない。ありがとうございます。